七クマ。俺は結城レンジ。俺にはめちゃくちゃ美人な彼女がいる。ゆうきちゃん、おはよう。朝から暑苦しい。ゆきちゃん、今日も綺麗だね。会話になってない。この子が彼女の的をゆきめ。一つ上なので、こうして3年生のクラスまで来ないと会えない。毎朝こうしておはようのハグしに来るのは俺の習慣になっていた。ゆうき、またやってんのか。宮原先輩、はやっす。毎朝飽きないな。一生飽きないっすね。ああ、俺も一年早く生まれたかった。レンジ、そろそろ教室に戻りなさい。はーい。先輩、俺のユキちゃんにちょっかい出さないでね。氷の女王に手出すかよ。まだ俺も命惜しいわ。ユキちゃんは名前とクールビューティーな見た目と不愛想な性格から氷の女王なんて呼ばれてる。最初は大層なあだ名だなと思ったけど、実際に会ってみるとこれ以上ないくらいぴったりだと思い知った。おはようだね。ゆうちゃん、はよう。こいつは親友の一条ゆうき。俺は名字がゆうきで、こいつは名前がゆうき。なので入学初日に同じゆうきじゃんで意気投合した。また女王のとこ飽きないね。それ先輩にも言われてきたとこ。飽きるわけなくない？あんな美人なのに。美人は3日で飽きるって言うじゃん。それ絶対嘘だから。マジで一生見てられる。好き。すっかりハマってるな。向こうにとってはただの男よけなのに。悲しいこと思い出させないでよ。そう、実は俺、ユキちゃんにとっては彼氏かっこ仮だったりする。去年、俺は噂の氷の女王を興味本位で見に行って、その美しさに一目惚れ。それから猛アタックの末に告白したんだけど、何度も振られた。でも何度目かの告白の時、あなたに触発されたのか知らないけど、最近他の人からもアピールがすごいの。あちゃー、俺がみんなを焚きつけちゃった感じだ。だって麻藤先輩綺麗だもんね。男がほっとかないのも仕方ないよ。私にとっては迷惑よ。だから責任取ってほしいの。え、結婚？違うわよ、バカね。男よけになってってこと。ん？それって一応彼氏に昇格ってことでオッケー？そう取ってもらっていいわ。彼氏がいるって言えば、あなた以外から猛攻撃されなくて済むでしょうし。そっかそっか。ご不満？彼氏は彼氏だよね。デートしてくれる？名前で呼んでいい？連絡先交換してくれる？いいわよ。一応恋人ってことになるし、それなりのエピソードや交流がないと怪しまれるもの。じゃあいいよ。付き合ってれば好きになってもらえるかもしんないし。あなたって本当に前向きね。あなた呼びも好きだけど、これからはレンジって呼んでね、ゆきちゃん。そうね、これからよろしく、レンジ。というわけで、一応付き合って半年以上なんだけど、俺はまだユキちゃんに好きと言われたことはない。まあ男よけだし、それもそうなんだけどさ、ユキちゃんの態度は付き合う前も後も変わってないし、やっぱまだちゃんと恋人じゃないのかな。直接聞けば？無理、怖い。乙女か。大好きな彼女との仲に悩む俺に、その日思わぬ再会が。茅ヶ崎ひなです。親の仕事の都合で引っ越してきました。よろしくお願いします。え、マジ？ひなじゃん、久しぶり。え、レンジ君？なんだゆき、知り合いか。幼馴染っす。ひなとは昔家が近所で、小さい頃よく遊んでいた。小3の時にひなんちが引っ越しちゃってからは連絡取ってなかったけど。昔この辺に住んでいたので、実は昔馴染みに会えないかなって思ってました。まさかこんなにすぐ会えると思ってなかったけど、これからも素敵な再会と出会いがあればと思います。改めてよろしくお願いします。
めっちゃ可愛いな、茅ヶ崎ちゃん。ひなは昔から美少女だったからな。彼女も幼馴染も美女とか、お前ずるくない？美女に囲まれるのが俺の運命かも。囲まれんな、腹立たしい。レンジ君。ああ、転入初日から人気者だね、ひな。恐縮です。これからはクラスメイトとしてよろしくね。こちらこそ。ああ、こいつ俺の親友ゆうちゃん。一条ゆうき、よろしくね。うん、よろしく。ねえレンジ君、昼休みにでも学校の中案内してくれないかな。いいよ、ゆうちゃんも行く？行きたいけど、昼は部活のミーティングがあるんだわ。あら残念。俺と二人でもいい？ひな。うん、積もる話もあるし。昼になって学食や購買を案内して食事を済ませてから学校内を見て回った。行く先々でひなはチラチラ見られていた。頬を染める男子生徒も何人かいた。なんか見られてる？転入生だから？それもあるかもだけど、多分ひなが可愛いからじゃない？もう変わってないね、レンジ君は。何が？そういう女の子が喜んじゃうことをさらっと言うとこ、小学生の時からそうだった。喜ばせようとしてるわけじゃなくて、事実を言ってるだけだけどな。はいはい、天然たらしってことね。それ褒めてる？褒めてる褒めてる。適当じゃん。まあそういうとこが好きだったんだけどね。また可愛いこと言うね。でも男に好きとか軽く言っちゃダメよ、誤解されるよ。いいよ、誤解されても。え？自分の気持ち言えずに離れちゃったから、もし会えたらちゃんと言おうって思ってたの。私の初恋レンジ君だから。突然の告白に驚いて動揺してしまった。そうだったんだ、なんかありがとう。どういたしまして。嬉しいけど俺彼女いるんだ。そうなんだ、ちょっと残念。フリーだったら本気出しちゃおうと思ったのに。ごめん。てか初恋だって言っただけでなんか振ったみたいになってんのもごめん。いいよ、私に気を持たせたくないっていう優しさだって思わせてもらうから。マジでそれもあるし、彼女の存在隠したくない。そういうまっすぐなとこも変わってないね。覚えてる？小2の時もさ。そのまま俺たちは思い出話をしながら教室に戻った。お？ゆうきのやつ可愛い子連れてんな。いいのか、マト？関係ないわ。お前ね、そんなんじゃ捨てられんぞ。もうちょっと可愛げ出したらどうよ。可愛げって何よ？恋人なんだし、甘えてみるとか。甘えるって逆にうざくない？私の方が年上だし。まさか。俺の彼女も年上だけど、彼女に甘えられて嬉しくない男なんかいないって。そういうもの？そういうもの。甘えるってどうやるの？素直になるとか、自分からくっついてみるとか。わかったわ、頑張ってみる。え、マジ？頑張るの？みんな、女王の氷が溶けかかってんぞ。宮原くん、うるさい。放課後、俺もゆきちゃんも帰宅部なので帰りはいつも一緒だ。ゆきちゃん、お待たせ。そちらは？茅ヶ崎ひなです、よろしくお願いします。マト、ゆきめ、よろしく。ひなは俺のクラスの転校生で幼馴染なんだ。昔この辺に住んでて戻ってきたの。そう。甘える、甘える。ゆきちゃん、どうしたの？どうもしてない。そう？仲良しね。じゃあ私バスケ部見学してから帰るから。おお、頑張れ。ひなと別れて学校を出た。その間ゆきちゃんはずっと俺の腕にくっついたままだった。あのゆきちゃんが自分から初めて触ってくれた。
なんでかわからないけど超嬉しい。浮かれている間に駅前に着いてしまった。俺の家は徒歩圏内なので、いつもなら電車通学のゆきちゃんとは駅で別れるんだけど。このままデートしない？する！ゆきちゃんからのデートのお誘いも初めてだ。一応恋人だし、俺はゆきちゃん大好きだから何とかデートはしたけど、いつも俺から誘ってた。ゆきちゃんの心境の変化は謎だけど、今はとにかくこのデレを堪能しなければ。もう二度とないかもしれないし。どこか行きたいとこある？そうね、甘える。他の人に見られたくないから二人きりにならないと。レンジの家に行きたい。うわ、キスもまだなのに、なんて大胆な。いいの？俺はもちろんいつでもウェルカムだけど、親もいないし。え？違うわ。誤解しないで。何もしないわよ。そうだよね。ごめん。けど嬉しいな。ゆきちゃんから俺ん家来たいって言ってくれて。興味っていうか、私はただ二人きりになろうとしただけで。え、マジ？そっちの方が嬉しいんだけど。いちいち喜ばないで。そう言われても嬉しいものは嬉しい。俺はウキウキでゆきちゃんを連れて家に帰った。お邪魔します。飲み物持ってくから先に部屋行ってて。2階上がってすぐ右が俺の部屋だから。わかった。本当にご両親いないみたい。共働きなのかしら。意外と綺麗にしてるのね。あ、でも部屋着が脱ぎっぱなし。あといい匂いがする。ルームフレグランスかしら。あ、これ前にデートした時に撮ったやつね。わざわざプリントアウトして飾ってるなんて。もっと笑ってあげなさいよ。私お待たせって、あー、写真バレた。飾ってあるなんて思わなかったわ。だってユキちゃんとのツーショットだよ。飾るでしょう。けど隠しとくべきだったな。恥ずかしい。どうして？これ半ば無理やり撮ったやつだし、ユキちゃん嫌じゃない？写真嫌いでしょ？別に嫌だったわけじゃないわ。写真は苦手だけど。甘える。レンジと撮るのは嫌いじゃないわ。ユキちゃんめちゃくちゃ可愛くて抱きしめたかった。けど俺の部屋でいきなり抱きしめたりしたら怖がるかもと思って耐えた。その代わりに両手を握った。あのさ、どうしたの？何が？だって今日ユキちゃん可愛すぎ。レンジ嬉しい？めっちゃくちゃ嬉しい。けど嬉しすぎて怖い。そう、よかった。なに、作戦通り的な感じ？俺何か試されてる？ううん、その彼女に甘えられたら嬉しいって宮原くんに言われて。先輩グッジョブ。あと可愛げないと捨てられるぞって。先輩のおバカ、なんてこと言うんだ。そんなこと絶対ない。ユキちゃんは可愛げなくたって可愛いし。って待って、ん？なんでそんな話になったの？ユキちゃんが可愛げないのなんか今に始まったことじゃないじゃん。なんてたって氷の女王なんだし。それはあの子と一緒にいるの、昼休みに見かけたから。あの子、もしかしてひな？そう、あの子明るくて可愛い感じだったから。それでちょっと。あのさ、間違ってたならごめんなんだけど、もしかして嫉妬してくれてたりなんて。少しだけそうかも。それは少しの顔じゃないよゆきちゃん。無理。え？もう無理。レンジ？
ここ俺の部屋だよ、二人っきりだよ。そんな状況でそんな可愛いこと言う？何考えてんの？危機感ないの？ゆきちゃんのおバカ好き。なんで怒られてるの？だってこれじゃまるでゆきちゃんが俺のこと好きみたいじゃん。期待するじゃん。もう好きよちゃんと。もう一回お願い。レンジのこと好き。本当？これ夢じゃない？バカね、そんなわけないでしょ。ゆきちゃん。何？今すごくチューしたい。ダメ？そういうのはいちいち聞くもんじゃないでしょ。だって無理やりして嫌われたら嫌だもん。そんなことで嫌いになんかならないわよ。その私もしたいし。さよなら俺の理性。俺はユキちゃんに優しくキスをした。キスの後照れたように笑うユキちゃんが可愛すぎて一回じゃ止まらなかったのは許してほしい。俺たちが晴れて正式なカップルになってからはというと。レンジ帰るわよ。ユキちゃん迎えに来てくれたの？ホームルームが早く終わったの、宮原くんのおかげでね。そこでなんで先輩？今日彼女さんと約束してるんですって。久々に会えるのが嬉しいみたいで、先生より早く教室飛び出していったわ。そうなんだ。てかユキちゃん、実は宮原先輩と仲いいの？焼いちゃう。バカね。すっかり仲良しカップルじゃん、レンレン。でしょでしょ。恥ずかしいんだけど。これからデート？そう。ゆうちゃんたちは部活っしょ？ひなも結局ジョバス入ったんだっけ？うん、今日はダンバスと合同練習なのね、一条くん。そう、週一のお楽しみ。いつも男ばっかでむさ苦しいし。そりゃダンバスなんだからそうでしょう。じゃ、頑張って。俺はデートだから自慢うざ。今日はどうする？ドーナツ買ってレンジの家で食べない？おうちデートなんてユキちゃんたら大胆。そういうこと言うなら行かない。ごめんなさい。やっぱちょっとじゃなくて結構残念かも。行こう、茅ヶ崎ちゃん。一条くん。うん、行こっか。おいしい。かわいい。ユキちゃんは二人きりの時はだいぶ甘えるようになった。もういつもかわいいばっかり。だって甘えてくるユキちゃんかわいいんだもん。そういうレンジもかわいいと思うけど。どこが？こうやって抱きついてくるとことか甘えんぼでかわいい。はあ、無理。好き。しんどい。はいはい。呆れられながら頭を撫でられる。前はなかったスキンシップが嬉しくてたまらない。食べる？食べる。こんな時間が続けばいいなと思いながら二人して甘いドーナツを頬張るのだった。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。